阪神、井上広大、ついに覚醒か。阪神井上が得だぜ。159スイング中、33本の柵越えを放った。3球連続の柵越えは3回。左翼側の森にぶち込む豪快な打球も見せた。本人も今キャンプで打撃は良くなっていると手応え。前さばきを意識していることが功を奏したと自己解説。井上げつないな。こいつのフリーバッティングは金取れる、バケモンやな。来年井上前川森下中川、一軍スタメン出るかな。中川は厳しいかな。あとはチャンスはありそう。井上のスイングがコンパクトに見えるな。下半身も動かずに軽く、スイングしてる感じでこの飛距離。井上は本物かもな。